Hi, how are you doing? 顔ヨガ講師のますみです。今回は私が毎朝行っているむくみの取れる顔ヨガマッサージを行っていきます。3分で簡単にできるので、ぜひ一緒に行ってみてください。まずは首肩周りほぐしストレッチから始めていきましょう。自由に肩周りほぐしていきます。反対側も。はい、では今度は首周りのストレッチをしていきましょうか。手をこめかみの上に乗せて、気持ちよくお顔を横に倒していきましょう。首筋の伸びを感じてください。反対側も行っていきましょう。はい、では今度は両手の指を絡めて頭のトップに乗せていきます。右左と気持ちよく動かして頭のてっぺんをほぐします。今度は前後ろ前後ろ、これを交互にご自由に行っていきましょう。頭のてっぺんにあるお皿を動かしていくようなイメージです。では今度はぐるぐると円を描いていきます。頭のてっぺんまで表情筋だと言われているので、しっかりほぐすことでリフトアップにつながります。はい、では今度は鎖骨をほぐしましょう。ピースの手で内側から外側にキュッキュッキュッと3段階に分けて周りをプッシュしていきます。鎖骨をほぐすことでお顔周りの血行も良くなっていきます。反対側も同様に行っていきましょう。鎖骨をほぐしていくことによって肩こりの解消にもつながっていきます。肩こり気になる方はぜひですね、手っ取り早くここをしてあげると解消しやすくなっていきます。では今度は肩骨を作って脇の下をほぐしていきましょう。ぐるぐると痛気持ちいいなと思うところをほぐしていきます。脇の下にはリンパ節がたくさん集まっているので、ほぐしてあげることによってリンパの流れが体全体に行き届いていきます。反対側も同様に気持ちいいところを探していきましょう。はい、いかがでしょうか。では早速お顔を動かすので、その前にできたらミストをシュッシュッとお顔にかけてあげましょう。少しねポーズをとっていくと刺激するのでおすすめです。はい、ではお顔全体の筋肉を使って息を吐きながらぐーっとお顔のパーツを真ん中に寄せます。吸いながらパーッと外側に広げましょう。もう一回吐いてぎゅー、口から吐きます。吸ってパー、あと3回ぎゅー、思いっきり吸ってパー、思いっきり開いてぎゅー、吸ってパー。そう、どんどん血が外側に流れてむくみ解消につながります。はい、いかがでしょうか。では一度リラックスしてお顔がポカポカとしているのを感じましょう。ではお次はほっぺをほぐしていきます。鼻の横に肩骨を添えて頬骨の下にプッシュしていきましょう。お顔可能だったら下に向けて10秒ほどこのままキープです。じわじわと頬周りですね、ほぐれていくのを感じてください。肩やお顔の力は楽に抜いて、まぶたを閉じるのも大丈夫です。あともう少しだけキープしていきましょう。はい、それではゆっくりとお顔を起こしたら、今度はピースの手で目の下をタップです。最初のところからこめかみの方までトン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 、楽に刺激していきます。では今度は人差し指と親指で眉毛の内側から外側に向けて少しずつプッシュをしていきましょう。眉毛周りもですね、老廃物が溜まりやすいので少しずつ刺激をすることでまぶたの重み解消につながっていきます。はい、いかがでしょうか。私はこれすごく大好きです。では今度は額を内側から首元にかけてスーッと流していきます。はい、では最後ですね、こめかみをぐるぐると手のひらで回転させるように回してほぐしていきましょう。これすっごく気持ちいいんですよね。結構痛みを感じる方は凝り固まっている証拠なので、少しだけね、多くやってあげるといいかなと思います。最後はギューッと斜め上に持ち上げてリフトアップです。下の方に流していきましょう。口からふう、もう一回ギュー、上げて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 、吐いてふー。はい、最後肩回しして終了していきます。いかがだったでしょうか。3分間の顔ヨガマッサージ、ぜひ感想を聞かせてくださいね。